と前職で私は小売業に携わっていたんですけども、で小売業をやっていても自分のところで作ったものではなくてメーカーさんが作った商品を仕入れてお客様にの手元に届けるという仕事だったんですが、やはりそのものというのは商品というのは私のところのお店だけではなくていろんなお店で同じようなもの同じものが売っているわけです。そこにはやはりなかなか差別化というのは図れないと思うんですけれども、実際今農業をやってみて私の作ったトマトというのは、まあ他にはないわけ でそれが美味しいものを作ることができればお客様のところに、まあ、ダイレクトに自分がメーカーとして届けることができて実際に食べてもらえるというのは以前のサラリーマンの時の小売業とは全く違うところだと思います。メーカーになれたというところは以前は売り上げっていうところだけに、まあ、喜びというかこだわりを持っていたんですけども、今は自分で作ったものを美味しいということを喜んでもらえることと、あとはそれが売れて売上実績につながるというその2つが私の喜びだとは思います。で自分で育てたトマトですとか野菜がお客様の喜んで美味しいって言ってもらえるの嬉しいですし、あと自分の家族ですとか友達ですとかそういった方々に食べてもらって、まあ、同じく美味しいって言われるのが、それがダイレクトに伝わってくるのが農業っていうのが面白いかなと、の私の実感です。そうですね、やはりサラリー会社員でありますので、朝決まった今ですと4時という時間に来て8時から9時まで昼休みを、まあ、朝休みみたいなもんですけども取って、で午後は1時には仕事終わることになりますので、まあ、時間の中でいかにダラダラではなくて効率よく終えれるか、それが本当に課題で、他の農家さんとはまた違うところだとは思います。通常ですと、まあ、農家さん、私の親も農家さん、農家なんですけども、はい、今日は暑いからほどほどにしていこうかとか、まあ、そういった天気が悪いからとか、今日は涼しいからもっと時間を長くやろうかとか、そういう融通が効くと思うんですけれども、やはり会社員ですのでその日にできることやれる仕事というのを探してやるというのが、まあ、違うところだとは思います。本当に会社員と、私の場合は会社員と同じで、夏と冬と年2回はあります。残業手当もあります。音川製菓という仲卸の会社の中の農業事業部になりますので、はい、仲卸をやっている社員とこちらは全く同じ雇用条件にはなります。通常の休みの場合ですと仲卸の休みと同じ、市場がやっているやっていないになるんですけども、現状は水曜日と日曜日が仲卸の方も農業事業の方も休みになります。もう会社員で日曜日が休みというのは大きいと思います。私の実家はお父さんお母さんはキュウリをずっと作っていたので、まあ、夏休みというのは常に父母は忙しかったのでどこかに一緒に行ったなんていう記憶は全くないです。ただ今の私の場合は会社員なので、まあ、日曜日休みというのが決まってはいるので、転職を農業の会社に入るにあたってはやはりそこの毎月安定して決まった給与が入るというのは魅力的なところだと思いますし、かといってそれに安心していても実際にトマトを作って野菜を作ってお客様に買っていただいて売り上げを上げなければ収益は入ってこないわけですから、その場合には雇用の約束というのはなくなるものですから、そこの不安は常に感じてはいます。お客様に美味しいって言われるのはもちろん嬉しいんですけれども、実際にただ美味しいだけでは商売としてはやっていけないので、いかに美味しいとお客様をたくさん増やしていくかということも大事ですし、たくさんの量を、まあ、関東も含めて福島県だけではなくていろんなところに納品できるかというのも課題にはなってきますし、やはりトマトを作っても例えばトマトでも野菜でも売り先を考えると難しい、常に課題だと思うんですね。いくらいいものを作っても売り先がなければ野菜というのは死んでしまうものだと思うんですけれども、郡山という市場の中では売り先はたくさんスーパーさんありますので、そこが魅力というところと、あと首都圏の方にトマトを出すにしても交通の便がいいので、そういった流通を考えても郡山というのは利便性がいいところだと思います。
そうですね、私の考えですけども、やはり自分が作りたい野菜というのを作るというのは一つの考え方とは思うんですけれども、ただ実際に食べてくれる消費者の方が何をどんな野菜を求めているのか、どんなものが、実際売り上げになるのか、生活費になるのかとか、そういったところを考えるのが、ベストなのではないかなと思います。